前どうぞ。はい、呼ばれた呼ばれた。椅子に座ってくださいね。はい。今日の症状はどうしましたか？なんか昨日から急にお腹が痛くなって、トイレじゃないし寝たら良くなるかなって思って朝起きてみると、良くなるどころかさらにひどくなって痛って。あ、お腹が痛いんですね。はい。シリに聞いちゃうんですか先生。急な腹痛が全然収まらない。おならが溜まっています。お芋を食べてたくさんへをこくといいでしょう。だって。いや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 、そんな簡単なことじゃないでしょう。シリが言ってるので確実です。診察してくれた医者が病名をシリに聞く。はあ、早く呼ばれないかな。モットーを忘れずに一日を過ごしましょう。何か、あ、朝の会議してる。何何、ちょっと聞いてみよう。復唱を願う。失敗を恐れずに行こうぜ。失敗を恐れずに行こうぜ。え、失敗を恐れずに行こうぜってピコミンズ病院のモットーは失敗を恐れずに行こうぜ。いや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 、そんな怖い病院嫌だよ。病院のモットーが失敗を恐れずに行こうぜである。リップさん、診察室へどうぞ。はい、よろしくお願いします。座ってくださいね。はい。よし、ではちょっと待っててくださいね。はい、はい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 、お待たせしました。今日の症状はどうしましたか？今日はちょっとお腹が痛くて、ちょっと頭も痛いかな。ああ、それは大変ですね。はい、ではちょっと待ってくださいね。はい。え、座るんですか？ああ、ちょっと変わりますね。はい、はい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 、お待たせしましたね、リップさん。はい。頭も痛いということですね。はい。じゃあちょっと熱を測ってみましょうかね。はい。失礼しますよ。どんどん上がってますよ。なんかこの病院ちょっとおかしいな。まあいいか。あー、これは大変だ。熱がなんと40度もありましたね。うわ、先生を呼んできますよ。はい。先生、先生。はい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 、先生じゃないんだけど、お待たせしました。はい。熱が高いということでしたっけ？お腹が痛いということでしたっけ？はい。ちょっとおでこを触ってみますよ。はい。ああ、ちょ、ちょっと、あなたのせいで火傷したじゃないですか。すみません。早く先生呼んでくださいよ。はいはい。では、我が先生の登場です。はい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 、あなたが患者さんのリップさんですか？はい。リップさん、ちょっと待ってくださいね。はい。おいおい、今日仕事終わりに一杯飲みに行かないかい？ところでリップちゃんも一緒にどうですか？飲みに行きませんか？行くわけないだろ。リップちゃん行かないって。でなんでここの病院はおっさんばっかなんだよ。おっさんの病院、看護師さんが全員おっさん。はあ、今日はとうとう手術の日だから、怖いな。え、手術室の前に着いたけど何か様子がおかしいみたい。手術か。ああ、怖いな。できるかな。失敗する気しかしないけど大丈夫かな。大丈夫ですよ、ここの先生。ここの先生なら必ず成功します。自分に自信を持ってください、ここの先生。え、ちょっと待って、ちょっと待って。手術に自信がないココナ先生に対してチアと応援団がいるってこと？どういう状況だよこれ。ココナ先生の健闘を祈って、337秒し、せーの、チャッチャッチャ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 ッチャ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 ッ。いやいやいや、そんなんじゃ自信つかないよ。もっともっと私を応援して。わかりました。ではフレーフレー、ココナ先生、フレフレココナ先生、フレフレ。
手術は無理なのでやめます。あっち行け。先生が手術前に励まされたり応援されたりしている。はあ、今日は予防接種だ。注射嫌だな。ココナさん、お入りください。うわ、来た来た。注射されるの右手かな左かな。いや、どっちでも同じか。ああ、やだな。怖い怖い。失礼します。今日はお願いします。はい、じゃあココナさん、お尻出してください。え、お尻？はい。そんなの嫌です、嫌です。絶対痛いじゃん。手にしてください。お願いします。お尻じゃないと打てないので早く出してください。はい、ベッドに行ってください。なんでお尻なんだよ。じゃあ行きますよ。せーの、頑張りましたね。注射を打つ場所は毎回お尻。よし、トイレにでも行こうっと。おあのおじいちゃん、あのおじいちゃん大丈夫かな。よぼよぼ。ちょっと助けに行こうかな。この年になるといろんなところにぶつかってしまう。あ、わわわわ、おじいちゃん大丈夫ですか。おじいちゃんこけちゃったよ。先生大丈夫ですか。怪我はないですか。歩けますか。他の先生呼びましょうかね。え、他の先生ってどういうことだ。大丈夫じゃ。そんなことより、そんな体で走ったらいかんぞ。こけてしまうぞ。わしが言えることじゃないか。わしはこの病院の先生じゃぞ。いや、先生だったんかい。こけてしまうぞって、もう先生がこけちゃってるじゃないか。こけたかいの。こけたことも忘れたんかい。点滴をつけて歩いている医者。よし、あとはお金を払うだけだ。ピーハン、ピーハン。あれ、お着替え。ほぼ。はい、私呼ばれたかな今。はい。ああ、この人が呼ばれたんだ。私は違ったみたいだから、また座って待ってよっと。ありがとうございました。早く呼ばれないかな。ピクハン、私かな。まあ待ってる人いないし、多分私だよね。はい、リップですが呼びました。リップ、リップさん。何何何、リップさんですか。え、リップ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 です。リップですか。うん、リッコ、リッコ。いやいやいや、もうなんて言ってるのか聞き取れないわ。名前を呼ぶ人の滑舌が悪すぎて聞き取れない。リップさん。はい、どうぞ。はい、お願いします。座ってくださいね。はい、はい、では今日はどうしました。今日は予防接種なので注射お願いします。注射ですか。はい。あ、はい、こちらの注射ですね。あ、え、どうしたんですか先生、大丈夫。ちょっと手の動きが悪いというか。はい、なんか勝手に動いてしまうというか。まあまあまあ、でも大丈夫です。はい、注射できますので。はい、はい、ではこっちの手ですかね。はい、あ、手が、あ、よし、いきますよ。はい、いきます。せーの。おお、おお、失敗しました。失敗。それ震えてるんですか先生。いやいや違います。怖くてじゃありません。はい、ではいきますよ。はい、せーの。いやいやいや、もういいです。他の先生頼むんで。あ、うん、します。いや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 、します。いやいやいや、怖いんですけど、もう震えで、緊張で震えまくってますよね。あ、ごめんなさい、足打っちゃった。注射を打つ手がめちゃくちゃ震えてる。よろしくお願いします先生。ヘイ、リップカモン、ワッツアップ。いや、あれ、先生はどこですか。ここにいるじゃん。イエーイ。どうしたの。先生なんですか。うん、どっからどう見ても先生でしょ。ほら見て、ほら、先生なのに金髪でピアスもしてて、お腹出しの服着てるんですか。はい、
い、そうです。さてさて、今日はどうしましたか？いや、風邪をひいたんですけど、はい、やっぱこの診察室も、うん、もうなんかピカピカさせちゃったり。そりゃあね、テンション上げるためにね。そんなところに本当にいいんですか先生？あ、大丈夫大丈夫。マイクとか、うん、歌うためにね。先生の私物ですか？はい、そうだよ。いや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 、こんな先生にちょっと見てもらうの不安なんですけど。大丈夫です。どうされましたっけ？だから風邪ひいたんですけど。うんうんうん聞いてるの？うん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 。ま、音楽に乗ってるだけなんだけどね。イエーイ。いやいやいや、他の先生はいいの。ちょっと What's up? 医者が金髪にロン毛にピアスでチャラい。うわ、目が覚めちゃったよ。しかもトイレ行きたいし、もう夜の病院は怖いから入院したくなかったんだよね。まあしょうがない、トイレに行こう。うわー、真っ暗で怖っ。何もいませんように、何もいませんように。うわ、なんか視線感じる気がする。あ、よかった、誰もいない。気のせいかも。まあトイレはもうすぐそこだから、よし、ちゃちゃっとトイレして、ちゃちゃっと出よう。よし、トイレ回ったし、さっと出て病室に帰ろう。手を洗って帰ろう。なんか後ろに映ってる。幽霊が出る病院。はあ、体もしんどいし、早く呼ばれないかな。私は何番目に呼ばれるんだろう。早く早く。30分後。30分も経ったけどまだ呼ばれないよ。まあ人が多いから仕方ないか。もうちょっと待ってみよう。1時間後。はあ、しんどいし早く帰りたい。まあだかな、何番目なんだ。2時間後。2時間って、さすがに長すぎない？え、あの人が呼ばれたんだ。じゃあそろそろかな。早く早く。3時間後。ピッペさん、お待たせしました。呼ばれた呼ばれた。こちらへどうぞ。はい、お願いします。今日はどうしましたか？なんか体中痛くてしんどいし、寒気もするんですよ。だから多分熱だと思うんですよね。はい、正解です。熱ですね。お大事に。え、もう終わりですか？はい、気をつけて帰ってくださいね。え、私3時間も待ったのにこんなに診察早いんですか？うん、熱なので熱の薬を出しておきますね。はい、次の患者さんも待ってるのでありがとうございました。診察時間が早すぎだ。待ち時間が3時間で診察が30秒。どうされましたか？なんか頭も痛いしお腹も痛いしと思ったら、足も手も痛くなってきて、体中全部が痛くて、もうとにかく私重症なんです。それは重症そうですね。はい、大丈夫ですか？よくここまで来れましたね。そうなんですよ。だから多分入院かなって思って入院の準備もしてきたんですよね。ああ、大変でしたね。はい、あなたに合うお薬をちょっと調べてみますね。はい、お願いします。どれが合うかな。わかりました。きっとあなたには今この薬が必要ですね。すぐにはならないと思うので大量に出しておきますね。はい。はい、こちらです。どうぞ。これって市販薬じゃないですか？どこでも薬局で買えるやつ。でもあなたには今それが一番合ってると思いますよ。じゃあ病院に来た意味ないやないかい。もらえただけでも嬉しいでしょうが。自分で買えるわ。病院に来たのに市販薬を出してくる。どうやらリップさんお熱が高いみたいですね。しんどいしんどい。ちょっとお熱を測ってみますね。はい、では行きますよ。はい、よいしょ。どうだろう。あ、なんとお熱39度もありましたよ。うわ、だからこんなしんどいんですね。これはもう注射をするしかありませんね。いやいやいや、それはもうちょっと無理ですね。私注射大嫌いなんですよ。あ、大丈夫です。うちの病院では痛くない注射を使ってるので
えー、どう見てもめちゃくちゃ痛そうなんですけど、先生の言うことは信じない。いや本当に大丈夫ですよ。本当ですか？あ、じゃあ、はい、注射の痛みをなくすための麻酔をしますね。痛い。ほら、これで麻酔が効いたので痛くないはずです。あ、確かに痛くないけど麻酔が痛いんだから意味ないじゃないかい。確かに、ごめんなさいね。注射を打つだけなのに麻酔を打つ。今日公園でこけてしまって、そこから手が赤くなっちゃってめっちゃ痛いんですよね。わー、だって手が赤く腫れてますもん。これは痛いでしょ。そうなんですよ。ちょっと触ってみますよ。します。絶対骨折してると思うんですよね。まあまあ、ちょっと見てみないとわからないので、こちらちょっと入ってくださいね。はい、お願いします。はい、ではリップさん、はい、こちらのレントゲンにお腹をピタッとくっつけてください。はい、わかりました。そしたらね、骨折してるかどうかがわかるのでね。はい、今撮ってるんですか？お、もう撮れたみたいです。お、今リップさんの手がどうなってるのかこちらで確認できるのでね。はい、どれどれ。リップさんの手なんですけど、はい、ポキッと骨折してますね。あ、やっぱりそうでしたか。道理で痛いはずです。そうなんですよね。ではでは、ちょっと処置を今からしようと思うので、はい、よしよし、これで大丈夫ですね。これは、はい、塩素レータムなんですけど、はい、塗っていきますよ。はい、痛い。ちょっと優しくしてください。わ、めっちゃスースーする。うん、よし、これで処置は完璧です。はい、じゃあ、はい、でおしまいですよ。え、包帯とかは巻いてくれないんですか？はい、メンソレータムだけで十分です。治りますからね、これで。え、絶対治らないですよね。え、じゃあもう一丁塗っておきます。もう一丁いらないです、いらないです。はい、でもう他の病院に行きます。バイバイ先生。骨が折れてるのにメンソレータムしか塗ってくれない。以上、こんな病院は嫌だ14連発でした。リップがかわいそうって思った子は評価をお願いします。みんなはどれが一番嫌だった？コメントで教えてくださいね。チャンネル登録をして引き続きピコミンズの動画を見ていってください。ココちゃん、ココちゃん、ココちゃんはリアルでの注射は怖い？嫌い？嫌い嫌い嫌い。だって痛い痛いだもん。